KPMG は1870年にイギリスで設立されたウィリアム・バークレイ・ピート &CEO をはじめに154カ国に20万人の専門家を持ち会計と経営コンサルティングを主力とする多国籍企業世界4大監査法人の一角 KPMG は1870年にイギリスで設立されたウィリアム・バークレイ・ピート &CEO をはじめに 154カ国に20万人の専門家を持ち、会計と経営コンサルティングを主力とする多国籍企業、プライス・ウーターハウス・クーパース、アーンスト・ヤング、デロイト・投資シュ・と並び、世界4大会計事務所の一角を占める、イギリスで設立された非公開会社だが、本部はオランダのアムステルヘーンにある、各国にある KPMG の会員各社はそれぞれ独立した、 法人であり、スイスにある KPMG インターナショナルに加盟している。2017年時点の KPMG 会員会社の合計収入は264億米ドルであった。KPMG には、監査、税務及びアドバイザリーサービスの3つのサービスがある。2010年のリーグテーブルでは、ビッグ4系の財務アドバイザリーファーム中で最大の取引金額を誇り、 業界での知名度、評価も高い。ニーベルサムが調査した世界で最も魅力的な企業をランキングでは2010年、2011年、2012年と3年連続で2位に選ばれた。日本においては1949年に当時の PMM が国際会計事務所として初めて日本進出を果たした。現在では次の法人がメンバーファームとなっている。 オランダのアムステルフェーンにある KPMG 本社ビル KPMG という名は略称ではなく KPMG へと合併した会計事務所を創業したり在籍したりした4人のパートナーの名の頭文字から取られているクリンベルド、ピート、マーウィックオゲルデラーの位、ピエト・クリンベルドの K1917 年にアムステルダムでヤープ・クラー・エンホフト君で 会計事務所クリンベルド・クラー・エンホフ・カンパニーを設立した人物、ウィリアム・バークレイ・ピートの P1870 年にロンドンで会計事務所ウィリアム・バークレイ・ピート・カンパニーを設立した人物、ジェームズ・マーウィックの M1897 年にロジャー・ミッチェルと組んでニューヨークで会計事務所マーウィック・ミッチェル・カンパニーを設立した人物、ラインハルト・ゲルデラー博士の G, ハンナチスの政治家、カールゲルデラーの子息、長年、会計事務所、ドイッチェトロイハントゲゼルシャフトの会長を務め、後に、KMG 会長、KPMG 会長となった、KPMG の合併の基礎を作った人物として、社名に残されている。ありがとうございます。